どうも、サムライです。それでは本日もマリオメーカー2みんなでバトルやってきますんで、よろしくお願いいたします。お願いいたします。取れなかった猫マリオ。猫マリオ取れなかった。あ、これは爽快じゃね？あ、これ爽快だね。だとするならばまだわからん。ああ、なるほど。こいつはいける可能性しかねえというやつだ。いける可能性が、いける可能性が出てきてんじゃねえのか、これ。どうなんでしょうか。さあ、行きます。え、待って。おーっと、行ったか、俺。一番最初に行ったんではなかろうか。ありがとうございました。やったぜ。なんとかクリア。というわけでね、本日もやっていくんで、よろしくね。サムライゲームズ、やっていく。さあ、来ました。よろしくね。赤い土管に入るしかなさそうでございます。さあ、どうだろうな。入っていけるかな。早く行きたいね。行ったけど、3番手です。3番手ですけども、ここは青きのこ。攻めていこうと思います。攻めの姿勢で貫いていこう。ああ、あぶね、あぶね。うわぁ、ちょっと待った。ああ、オッケー。大丈夫。上だ。うわぁ、ちょっと。ドラグだったけど、ここで行ったけども、RG に越されてしまった。越されてしまった。あっぶね。あっぶねえけど、待て。普通に行けるタイプのところ。だとしたならば、後ろからキノコが来てる。来とるけど、待って、どうすんのこれ。おっと、待って。おら、行って。そっちから行ってくれ。オッケー。来たんじゃない？来たんじゃねえかこれ。来たんではなかろうか。オッケー。待って、一番に行きたい。あー、来たか。ここじゃねえかな。ここじゃねえ。あー、どっちだろうね。上か下か。上っぽい。負けた。負けちゃった。こっちじゃねえのか。うわ、絶対こっちだと思った。最悪だ。やっちまったぜ。さあ、次の扉にレッツラゴーしていく。ここで、中間取っていくんだけども、ラグくなったきし、俺どっち？下っぽいね。これ下に行けって感じか。オッケー、ここか。ここですか。オッケー、行ってみるけども、重いな。なんだこの重さ。どうなんでしょうか。とりあえず矢印に向かっていかなければならないってことか。オッケー、それだけ分かってる。ここでスターゲッチュした。スターで、私のスターでゲットしていった。でもここに誰か人が来たような形跡がございます。けど、どうなんですか。先に行ってみるよ。先に行ってみたよ。オッケーかな。よいしょ。だめだ。負けたくない。だめだ。負けちゃった。落とされる。さあ、行きます。よろしくお願いいたします。その扉に入っていきましょう。ありがとうございました。そこに入っていったんだけど、どう思う？このまま行っちゃっていい？俺。このまま。謎のコール。ありがとう。飛んでみた。サムライゲームズ。さーて、雪山を越えていきましょう。私はルイージー。後ろからでもやっていけそうな。お願いしちゃっていいのかなこれ。お願いしちゃうよ。きなぴこさんお願いしちゃっていいのかな。ありがとうございます。嬉しいぜ。さあ、ありがとう。なるほど。途中で投げ出されたけど、ここまで運んでくれたあなたに感謝しかありません。私は感謝の言葉をあなたに述べようと思う。やべ。ここでやられちまったら、終わった。でも、ありがとうよ。サムライゲームズ。さあ、行きましょう。マリオで、この空中をね、飛んでいかなければならないというところでございます。キノコを越えていきましょう。よろしくお願いいたします。上から行ってやりましょう。さあ、どうかな。ガボンとか危ねえぞ、このコース。危ねえぞ。危なそうなコースで、待って、中間ゲットしたんですけど、これはいけちゃいそうな気がする。アップで、くるりんぽんしていく。さあ、その同感が怖いよな。後ろからさ、めっちゃ来るタイプでしょ。おっと、待て。ガボン、待て。アップねえ。おっしゃ、一回も来る。わずしてガボンを避けてったのはかなり大きいのではないでしょうか。ここでモモンガじゃねえ、こいつなんだっけ。間違った、危ねえ。オッケー、行ったぜ、ありがとう。ムササビな。いつも間違う。ムササビとモモンガ似てるよね。サムライゲーム。ウェンディを一体倒すって言うんだけども、これ土管どうする。この土管はなんだ。オッケー。なるほどね。いろんなアイテムをゲットできるというところだとしたら、ファイヤー最強じゃない。まった嘘だろ、そういうタイプか。なるほどね。普通じゃいけねえということか。どうなんでしょうか。これは待った。うぅ、ちょっと待って。俺どうすればいい。これはどうすればいいの。待って、一個だけ入れんじゃん、これ。ウェンディじゃねえし、こいつら。でも、こっから行けんじゃねえ、もしかして。こっから行けんじゃねえすか。どうなんだろうか。これ、ゲットしていくじゃん。ゲットしてってみて、こいつらを倒していってみる。とりあえず、倒してやった瞬間に何かね、あることがあるかもしれない。何かがあるのかもしれない。どうなんでしょうか。待った。俺、気づいちゃった。気づいちまった、私気づいてしまったんだけど、ここじゃねえか。ここな気がするんだけど。はい、よいしょ、行って。ちょっと待って、そこ来てな。ちょっと待って、こいつらじゃない気がしてきた。うわ、邪魔くせえ。何これ、あなたたち邪魔じゃないそれ。邪魔じゃねえか。オッケー。笑えねえ。
絶対そこだよな。だと思う俺。ああ、キノピコ普通に行っちゃったな、これ。こっちでいい気がしてならねえもんだって、俺も。うわー、絶対こっちだよ。絶対こっちだと思うもん、俺。うわ、なにこれ、なにこれ。ああ、ウェンディー、なるほど。これ普通に入ってかなきゃいけないっていうタイプか。オッケーオッケー、モートンさん。モートン戦です。さあ、来ました。これはゲットさせていただく。さあ、まあ別に行こうが構わねえ。行こうが構わねえ。だってこの先にあるもんな。そうなんだよね。どっちみちめちゃめちゃ倒さなきゃなんねえタイプのところだから、これはやっていくしかないでしょう。さあ、やってけ。私はこっから行ってみようと思いますけど。どうなんですか？どうなんですかね。さあ、どうなんでしょうかね。さあ、いただいていく。いただいていくよ。さあ、このプロペラは私のもんだと思います。どうなんでしょうか。このプロペラは私のもんですよ。さあ、いただいていこう。さあ、この辺で、ドスン。オッケー。いったんじゃねえのか。いったんじゃねえでしょうか。おい、いった。さあ、ここでまだまだウィンディ戦。ウィンディ戦が始まってまいりました。ウィンディ戦が始まってまいりました。ここで、焼かれないようにしながら、いようと思います。ここでいいのではないでしょうか。どうなんでしょうか。さあ、いただこう。あなたにダメージを負わせていただこうと思うんですけども、どうなんです。スカイウェイチャイ、オッケー、行ったぞ、行ったんぞ、行ったんぜ、行ったんぜ。さあ、行かしていただこう。フリア、さあ、あなたにダメージをね、負わせていこうと思いますけども、ここで大きくなって新登場。あとはもうやられていくのみです。さあ、行きましょう。これで行ったんじゃねえのか、行ったんじゃねえのか。オッケー、こっちじゃねえ、こっちじゃねえよ、こっちじゃねえのは知ってる。戻らなきゃダメだ、戻らなきゃダメなんだろ、知ってるよ。オッケーオッケー、さっきこの道見てきたからな俺。オッケー、ここだ、ここです。やったかったんではなかろうかと思いますけど、こっからプロペラになって、こっから、やべ、プロペラじゃない、あー、プロペラじゃないけど大丈夫かなーって感じでね、行くけども、こっから、大丈夫かなーって感じでね、行ってみようと思うけども、はい、こっから大丈夫かなーって感じでね、行ってみようと思いますけど、どうなんでしょうか。これは行ったんではなかろうかと思います。おしろ、これ、いやいや、ボーン。オッケー、行った。あぶねー。サムライゲームズ。さあ、行きます。マリオ、落ちたらアウトな、このコース、上から攻めていきましょう。よろしく。あー、やべ。いや、ちゃんと見ないと、あー、危ないよな。そうなっちゃうんだよ。そうなっちまいますから。あー、マジで。あー、そうよ。そうなんだよ。おっと、なるほどね。オッケーオッケー。大丈夫大丈夫。行ってやろうと思いますよ。さあ、どうでしょうか。このままね、うまくやっていければいいのではなかろうかと思うけど、こっちでやってないよな。合ってる！合ってる！合ってた。これまだ多分ね、誰も気づいてないと思うんだけど、どう思う？どう思います？ここで、ここで、ここで、よいしょ！行ったじゃん？あー、お疲れ様！行っちゃうよ。ありがとう。サムライゲームズ。うわー、つららが危ねえコースか。なるほどね、なるほどなるほど。オッケー、行きましょう。よろしくね。さあ、始まりました。一番最初に行ってみたいと思います。ガモンが危ねえけども、あいつは雪の玉だけを投げるタイプのガモンだから大丈夫だと思う。どうでしょうか、どうでしょうか。つららが危ねえけど行きますよ。さあ、行ってみましたけども、ここはつららの危ねえガブンたちがね、つららじゃねえな。ガボンはつららじゃねえ。ガボンはつららじゃねえですけど、あーぶねえな、雪玉私を襲う、襲ってくると思われるこの雪玉チャンピオン、ダイム、おー、マジでかよ。めっちゃ来るやねえか。おー、危ない、ちょっと待って、あぶねえ、なんだあの、あいつらよ。あいつらやべえな、マジ。オッケー、ちょっと待って。後ろからめっちゃ抜かされてく。めっちゃ抜かされてくタイプです。さあ、どうでしょうか、このまま行って。いや、邪魔くせえな。オッケー。とりあえず大きくなっていきますよ。大きくなっていこうと思います。よいしょ。さあ、待って。ルイジをね、とりあえず追っかけていこうと思うんですけど、どうなんでしょうか。よいしょ。行ってる行ってる。さあ、どうだろう。ああ、ルイジ早いな。ルイジ早いでございます。早いでございますけど。ここをとりあえずね、乗り越えていく場合がね、一番早いといいと思われることだった。よし、行った、とりあえず抜かしたぞ。ここで抜かしたのは、おっきいではないでしょうか。これで行く。まだわからん。どうなってるかわからん。先がどうなってるかちゃんとね、見ていった方がいいような気もするけど、これは乗っていくぜ。これは乗っていきましょう。さあ、ここでジャンピング。あ、ジャンピングホッパーして、ここのドカンのか。ここのドカンの中で、終わりでしょうが、もう。終わりでしょうか。終わりだよな。頼む。終わったー。なかなか危険な登山旅。サムライゲーム。さあ、よろしくね。キノピコで行きます。青ドカンに入っていこうと思うよ。よだ。ダメだった。おー、一番にはいけないようですけど、三人同時にね、繰り出していきます。さあ、どうでしょうか。私は青木の B だったよな、確か。だよな、オッケーオッケー、大丈夫だ。たまにね、自分が誰だかわかんなくなるからね、これちゃんとね、気をつけていかないと、そういうとこ。そうそう、毎回変わるからね、こういうと、やっちまった。さあ、行きましょう。
さあ、やっていきます。まだまだ大丈夫だと思います。どうでしょうか。これはね、ちっちゃいままで行って大丈夫なんでしょうか。そもそもね、そもそもこっちじゃねえということか。なるほど、なるほど。そんなかが、オッケー。一応みんな一緒の感じで行ってみました。さあ、どうでしょう、どうでしょう。まだわからん、まだわからん、まだわからんぞ。これはなるほど、そういうタイプのやつか。そういうタイプのところか。オッケー、オッケー。とりあえず鍵はゲットしておく。鍵だけはゲットさせていただく。さあ、どうなんでしょうか。そっち、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 そっちよーん。危ないから俺はこっち行くよーん。さあ、戻ってくよーん。どうなんでしょうか。さあ、行きました、行きました。さあ、すべてをここに、終わらしていくわけいた。さあ、行かしていただきましょう。先の扉、こっちでしたね。こっちでした、こっちでした。やった、俺、鍵も持ってるよ。鍵も持ってるってことは、いけるってことじゃないのか。行きましょう。さあ、行ってみるよ、行ってみる。こっちじゃねえよ。こっちじゃないじゃないか。鍵は何だったんだ、一体。鍵は何だったんでしょうか。さあ、すまじいスピードで遅れました。これはやべえ。こいつはやべえ。あのルイージーさん。うん、分かってたもんな。知っていたのかな、あのルイージーさん。あ、待って待って。キノピコ上にいんだけど。なんで、なんで、どっから、どっからですか。やべえやべえ。こいつはまずいぞ。こいつはまずいと思います。さあ、どうなんでしょう。まだね、ルイージーさんが上にいらっしゃるから、これはいけるタイミングがあると思うんだけど。あ、待って待って。いけるかな。どうでしょうか。あ、危ない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 、アリちゃんの上に乗っていった。待って待って、この辺でアイテムとかなんかゲットできるわけではないと。ゲットできるだけでね、この中に入ってくる。オッケー、行った。行ったんじゃないでしょうか。待って、危ないな。なんか危ない匂いするんだけど、大丈夫かな。このまま行っちゃっていいのかな。ありがとうございました。お疲れ様でした。大変でした。サムライゲームズ。さあ、行きます。マリオスタートでによろしくね。さあ、走っていきましょう。走り去っていきましょう。どうなんでしょうか、どうなんでしょうか。集中。オッケー、危ね。今の行ったと思わなかった。今の、絶対無理だと思ったけども、大丈夫だったね。オッケー、オッケー。ここで、一人脱落していく。さあ、そこで中間大きい。でも大きくなれない。大きくなれないけども、大丈夫。この先行っちまいましょう。あ、この先行っちまいましょう。あ、行ける、行ける、行ける感じがしない。する、する。オッケー、大丈夫。大丈夫でしょう。あ、行けてる、行けてる。ありがとうございました。よっしゃ。独走途中弱気になるも大丈夫弱気になったな途中というわけで本日のミンバトを終えていきたいと思います。お疲れ様でした。いやー、撮影している現在なんですけど、めちゃめちゃ雪降ってんだよね今日。多分今年度初じゃないかなっていうぐらいのね、雪が降っております。そして雪といえばですね、私侍、数年前まで趣味で冬はスノーボードにね、雪山に出かけてたんですよ。で、やっぱあれ、何回もやると上手くなって普通に滑れるようになるんだけど、一番最初の時にどうしても忘れられないことあってさ、それも、本当に初めてスノーボードを装着して、いざリフトに乗って山の頂上まで行かなきゃなんないじゃないですか。そのリフトんとこでさ、俺盛大にこけてしまって、もうこけた状態で頭の上をさ、1、2台リフトが通過してって、そこでめちゃめちゃ笑いが起きるっていうね。ことがあったんですけど、もうトラウマですよね。マジあれ恥ずかしかったんだよな。なんとか近くにいた友達に起こしてもらって、その後一緒に乗ったんですけど、しばらく落ち込みましたよね。でも結果的に、その日のうちに少しだけね、滑れるようになって楽しくなって、またそれからも続けたっていう感じだったんですけど、いやー、最初にリフト乗るときは、マジで気をつけた方がいい。そんな悲しいね、雪の思い出でございます。って感じで、本日は以上で、ミンバトを終えていきたいと思います。これからも頑張っていきますので、応援の方、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様でした。また次回もよろしくお願いいたします。